はいどうもフメデオです。今回ですけど新積み評価&引くべきかということでエルサ&オラフ登場しましたけども、引くべきかからやっていきましょうか。引くべきですということで、まあ、マジでめちゃくちゃ強いっていうところがまずあって、しかもめちゃめちゃ楽しいし、しかも今いきなりスキル3ボーナスがあって、これ4日までなんで注意してくださいっていうところなんですけど、これあります。あと特別なボックスボーナスでスキルチケット手に入りますというところでも50回引くのも必須だし、エルサ&オラフ楽しすぎるんでぜひ引きましょう。はい、ということでじゃあ楽しみながら評価していきたいと思います。まあ、評価はね左に書いてあると思うんですけど、この積むね、なんだろう、おしまい違いとかしても基本的には必ず重ね掛けできちゃうんで、そこがまずいいところっすよね。ここがマジでいいところだと思います。すごい来た、すごい来た、いいよ。お、すごい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 、あーすごいな、すごいわ、これは運がいいっすね。まあなかなかああいうことないんで、これ多分もう一回ループしちゃうんですけど、先にこっち使いので、そうっすね、こんな感じでからの、いやすごい言ってほしいっすね。でもやっぱこんな感じで激強ですよ皆さん。さあ、いいよ、強いよ、いいね、楽しすぎる。あ、まあまあいけそうだね。これなんですよ、比較動画も出してるんですけど強いんですよマジで。途中からすごいっていう時もたまにあるっすよね確か。いや強すぎか、多分これ今めちゃめちゃ運いいっす。さあここでもうまんまいくじゃん。いや強すぎかまあこれはたまたま運が良かった感はあるんですけど、これあーちょっと貯めた方が良かったか。さあこれで多分次貯まるんで、さあ、いやーやべえ、フィーバー調整すればよかった。すごいいただきました、本当にすごかったか今いやでも強いっすねこのツム、強いな。でも今結構ね調子良かったんで運がまあいい感じでしたけども、まあ、毎回こんなはいかないっすね。はい、っていうところですね。まあ運要素で爆稼ぎできるエルサ&オラフです。やっぱ固定消去とね、まあ、繰り越しできるっていうところかなり強みなんで、めちゃくちゃその辺ができる人はマジで楽しいと思います。ではウィンターアナやっていきましょう。このツムはコイン稼ぎが絶望です。補正値がね強いんですよ、マイナス補正マイナス68近く入ってるんですけど、いやそれぐらいだったらまあまあいけるかなと思ったんですよ。
なんかつながりも悪いんで、多分ね全部つながんないですよね多分。そこも難点だなと思います。でもスコアは強いっす多分ね。補正入ってますねこれ。なんでこの粒は、コイン稼ぎ積むっていうよりかはスコア向けの積むかなと思います。だからなんならこれこそ1億とか出せる性能は多分持ってるんじゃないかなと。まあタイムボム狙いもね一応できますし。ただねナミネと比較してもね使い心地はそこまで良くないっすね。残念ながら。いや補正値がさ、やべえ、なんでナミネと比較してまあマイナス 30% とかマイナス 40% ぐらいなんすよ確か。なのでまあ普通に、あやべえミスった、サブツムはマイナツム消さんかった。そう、それがあるんでね、普通に6000、7000、違う8000ぐらい稼げるかなと思ったけど全然いかなかったんですよね。ただ今見た通り、まあ、2000万スコアとか出しちゃってるんで、この積むレベル5の状態 でこれマックスまで上げたらスコアはめちゃくちゃ出ると思います。ではウィンタークリストフやっていきたいと思います。この積むもまあどっちかっていうとスコア向けですね。コインは全然稼げないっす。でしかもボムアイテム使ってないときついのと、タイムボムがあとはスキル中ツム動かないんでね、そこも辛いっすよね。ほい、45秒で200枚絶望的でしょ。おまけ効果、あそう、アナはおまけ効果めちゃくちゃ強いですけど、こっちのおまけはねもうただコンボだけなんで、そこもね辛いですね。もう本当にミッション特化の積むと言っても過言ではない、そんな性能を持ってます多分。まあ積む的にはねすごく可愛らしい積むだし、演出もね、まあ、長いですけど可愛い。え？あれ今狼3匹しかいなくなかった？え？俺の見間違え？3匹か4匹でしたっけ？俺の見間違えか。なんか右下いなくなかった今。そんなことはねえか、気のせいっすねコイン絶望でしょ、ほらアナより絶望ですもん。まあこの10いっても10勝強のね勝強なんでプラス補正ないともうほんと絶望なんで。全然コイン稼げねえし、演出投げー。
ほい。1500枚いかないんじゃない？これ。1500枚いくか、さすがに。よし。なんか今もなんか右下なかったように見えたんだけど、演出がないだけなんかな。消去はしてる。あ、違うな。かぶってるんか、これ。かぶってるんか、かぶってるんか。なんかそんな感じか。確かにランダムでしたもんね、確かに。同じところ重なってって感じか。1630枚。弱え。まあクリストフはしょうがないっすよね。はい、てな感じでございましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ皆さんね、弾くと思うんで、きっとね、まあ皆さん頑張って弾いてみてください。それでは最後までご視聴あざした。バイ。深い海に包まれ、くじけそうでも今日